はい、お疲れです。じゃあ今日は、個人事業主の成功法則ということで、会社を大きくさせる3大要素、集客力、組織力、商品力について、隣の変なおっさんにいろいろざけんじゃねえよ、ね、話してもらいたい。お前はとわるな。お願いします。そうだね、まあ、今個人事業主っていうかさ、まあ、うちの動画ってまあ結構職人さんとかさ個人事業主の人も見てくれてるからこういう話していきたいなと思うんだけど、個人事業主の人ってさ結構思って、俺もそう思ったの。独立した時に一番思ったのはやっぱ仕事さえできるようになったら独立できるとか、うん、成功できるとか、うん、結構思ってない、うん、そうだね。思ってるでしょ。結構じゃあ自分で仕事をさ、自分のその今会社で勤めてて何が一番重要かっていうのは独立するのに。独立する、まあ程よくできるの力と、うん、あとはやっぱりこの集客力というか、うん、やっぱ大事なのは集客力じゃないかなっていう。うん、もし自分が何かやってるっていうのを知ってもらわないと、うん、お客さんは来ない。うん、でもこれさ、まあ、動画見てる人もそうなんだけど、いやそんな集客力って分かってると思ってるけど、でも言ってること違うよね。もっと仕事を覚えたら独立したいって。じゃあなんで今日今独立しないのって、うん、今から独立しよういいじゃんって、うん、まあ何々今ね、そういう業界にいいんだったらその業界で独立しよういいじゃんって。でも俺はそうやって思うんだけど、じゃあなんで独立しないのってうちの従業員とかにも、別に俺はもう従業員も独立しなかったらいつでもしてくれりゃいいし、俺は応援してあげるよって。変なやり方するやつとか嫌いなやつも絶対に応援してるけど一生懸命やってくれてね、ちゃんと会社に利益残してくれたとか一生懸命やってくれた人たちに対して応援してあげるよ。全然なんだったらお金も出したら出資したのかって言ってるぐらいなのだけど、いやもっと仕事を覚えてるから、うん、でもこうやって今じゃあ何が大事かお前ら分かってるかっていうと、本当にまあ確かに同じ反応なんだって、うん、じゃあ今お客さんを集める力ですよねって。じゃあ例えば建設業界でお客さんを集める力ってどういうところ？建設業界だとどうなるんだろう、うん、お客さんっていうか元請けさんに、うん、俺できますよっていうのをアピールするしかないんじゃないかなっていう、うん、例えばどうやって例えば、うん、どうやってそれをアピールしてくる？元請けさんのところ行って、うん、僕こう今までこういう仕事してきたんでちょっと見てくださいよっていうふうに言うしかないんじゃないかな。それは飛び込み？知らない人？知ってる人？最初はやっぱ知ってるところから。ああそうそうだって俺ってね、本当にまあそれも大事っていうか、まあその段階があって、今その個人事業主で今まだ会社に勤めてる子たちへのアドバイスで言ったら、まあ集客力っていうのはそんな難しく考えんでいいけど、とにかくじゃあ知り合い自体に仕事をもらうことで、その業界で10年おった5年おった、でも現場行ったら自分の従業員としか喋んない、自分の言うこと聞いてくれる部下としか喋んないってやってたら何にもなんないんだよね。だけど今勤めてる会社でじゃあ社長さん、自分の親方社長だけじゃなくて現場でいろんな業者がおるわけじゃん、うん、じゃあその人たちとお酒飲んだりご飯食べに行ったり電話番号交換したり LINE 交換したりしてるってしてないよね、うん、してる？してないね。してないでしょ。だからそれできてない。だから今勤めてる時に一番いいわけじゃん。給料もらって集客してるよ、現場方向だって。俺もう今さ社長だから現場に行けないわけじゃん、うん、なかなかそんな、まあ、YouTube 撮りに行くぐらいの現場自分たちの民間の現場行くけどなかなかこうやって顔を合わせてどうもって名刺交換する会ってないじゃん、うん、なった時にじゃあ今一番お客さん集める時なんだよね、職人さんで言ったら、うん、だって今一番名刺なんか持ってなくてもいいよね。 LINE 交換しましょうよって言ってご飯食べに行きましょうよって、うん、俺はちなみに、まあ、飛びで独立したんだけど、うん、飛びで独立した時に会社作った時にどうやってじゃあ仕事を作ったのって言ったら、もう本当に知り合い伝い、うん、それからもう毎日飲んだ、うん、でも俺もともと職人やってる時からまあ好きじゃん、俺知ってるでしょ、うん、俺はこうやって、まあ、仲いい人と、まあ、どっちかというと狭く深く付き合う方だけど、うん、まあ一定その最低限のこの情報交換してたから。で俺は飛びやってる時2年で本当に年商1億超えてったので、月産1000万以上だよ、うん、まで行ったんだけど、その1期目のゴールで1億超えてたから、うん、もう月産に行ったら1500万か2000万ぐらいまで行った最後の方ね、まあ、B2C 一般の外気とその理解道場を作る前に。でそれ何ってじゃあどうやってマーケティングやったの、どうやってお客さん集めたんだったら、ひたすら酒飲んだね。もう本当にでも毎日電話しとった、誰かと。で、誰々どうなんですかね、最近暇ですかで、あとはやっぱ昔から世話になってる中学校の先輩とか、その連れとか、いろんな人紹介しまって、挨拶行って、名刺交換してって、やって、やっぱり仕事をもらった。だから個人事業主の人、まあこれから独立したい人に大切なのは、やっぱここだよね。集客。そう。で、みんなここで独立したいと。まずある一定のここまで頑張ってっていう、でこれ組織力がまあいいんだよ、行ってまだ5人10人になってからの話なもんで、まだこれそんなに関係ないと思うんですけど、じゃあ現場で行ってて、まあ俺も職人とか、お前いつ独立するんだって従業員でもそう、知り合いの人でもそう、これ聞いた時に、いやもうちょっとまだお客さんが足りてないんでまだ独立できないですっていう人っておるの、いないね、いないでしょ、そういう動きしないでしょ、だからまあ一生独立できねえんだよ。なんで俺に個人的に言ったの個人的に言ったり上げようかなと思って動画をいやだけどみんなそうなの、本当にだって今一番チャンス、一番チャンスだって現場に行ってもうそこら中におるし、じゃあ自分の横で頑張ってるやつらはこいつら独立してきたのなっていうやつらと、そういうやつらをいじめてこそ再生、まあ、実習生、うちで言ったらベトナム実習生とかも可愛がりゃいいのに、いちいちいじめたりとか、だけどこの子たちってね、自分が独立した時に今もう実習生じゃなくて特定技能っていうのができたから、実習生でも多分何十年でも日本で働けるようになる、まあ何十年かどうかはちょっとわからんけど、まあ、10年20年は働けるようになるんだわ、で可愛がってたら授業で働いてくれるじゃん、何々さんが独立したんだったら会社の社長がいいって言うんだったらいいっすよって、もうあれ特定技能だったらもう会社選べるからね、もううちの実習生で来てったやつがよその会社で特定技能で働くことできるから、だからそうなるよいいのに、そのマーケティング集客ってことをやってなさすぎなのかな、で、集客力が、そうやって大事っていうのを、まず一つ認識する、それがまず会社を大きくさせる三大要素だね、ここもあるんだけど、会社を大きくさせる三大要素のうちはまずは集客で、そこは集客マーケティングって聞くと本当にすごい難しく聞こえるけど、個人事業主5人3人4人、10人ぐらいが広告を覚えてチラシ DMSNS だとかホームページっていう戦略を覚えてなきゃいけないけど、ホームページなんかで仕事来ないからね、それよりも友達の紹介とか知り合いとかから仕事来るし、特に独立したら下請けやってるからもうリピート商材じゃん、一回下請けに入ったらずっと仕事使ってもらえるわけでしょ、それが2社3社で増えるためには本当にやっぱりまず自分の周りにおる人たちを大切にするっていうのが一つで、商品力っていうのは、普段からやってることじゃん、もっといいものを作ろう、もっと、ね、技術力上げよう、品質、あと価格力だよね、だってよりスピードを上げて作り込むっていうの、なんちゅうの、料理で言ったら1時間かかる商品を30分で作るように、美味しいものを出せるようにとか、それだよね。はい。ということで。突然ちょっとカット入ったね、ぶっちゃけちょっとまとめると、ちょっと話がちょっと長引いちゃったのでちょっとカット入ってちょっと再録になってちょっと締めなんですけど、集客力、消費力、組織力ってあって、まず個人事業主およびその23人5人目のところではもう本当に特に集客力、ここがもう本当に一番もう 70%80% ぐらいかかってくるし、この話はねちょっと今回ちょっとね長引いちゃったんでちょっとカットもあるから、次回しっかりもう集客、じゃあ個人事業主の集客って何っていうことをしっかりちょっとやっていこうかなと思ってますので、ぜひそっちの方も見てください。で、あと、今、求人サイト、間違って言ったよね。求人サイト今やってて、ちょっと100社ぐらい集まってきたんで、集客道場、建設業専門って打つと、出てくるのかな。なので、ぜひ求人チャンネルで、求人出す側もそうだし、まだね、今、公開書がまだ何十社、30社、40社ぐらいだかな。で、アカウント自体は100社ぐらい登録してくれたんだけど、全部求人自体をバッと出してるのがまだそんなに増えてないで、働きたいっていうのは、愛知県とかだとなんかあるとかないとかいっぱいあると思うんですけど、その辺ちょっと見てもらって、ぜひ、求人道場の方も登録お願いします。またねー。こんな終わり方だ。コメント、いいね、コメントか。いいねとコメントだけぜひお願いします。